getting these breaks in this show, you guys. It's been a while. Reincarnated as a slime. Season 3, episode 18. Oh, people are visiting. This is epic now. Oh, did we change the background? Oh, no. Such aristocrats. Donuts. Donuts. それでは今まで通り両国の協定は維持されるということでよろしいかな。俺としては関係国の代表を集めて詳しく説明しようと思っていたのですがね。固いこと。シェアイットミーアヘッドタイム、プリーズ。じゃあ少しだけブルマンド王国には今後流通の中心地となってほしくて、ぜひとも我が国を楽しんでいってください。 来てやったぞ。ああ、ゴッドイズ。組織の式典に俺一人がペガサスで拾いとくるわけにもいかんからな。やっぱ、ホールゲンゲンウィズユー。ブルムンド方面の街道が渋滞になってるって話もあったし、早く列車を開発して確認しないとな。ですから。ところでリムルよ、ダースリーチェンジザテクノロジーオブザワールド。世間では引き分けと言われているが、本当は勝ったのであろう。あれ、バレてる？ で、今度は何を考えておるのだ？西方聖教会から我がドワルゴンに今後の交渉を見据えて正式に窓口を開きたいと打診してきおったぞ。今まで我らのことを魔物に近しいものと定めておった西方聖教会が突然のこの代わりよ。どうせ貴様の企みであろうが。ああ、そうそう。 ドワルゴンも巻き込んで100年の友誼を結べばいいってヒナタたちに提案したんだった。100 year friendship pact. Oh, damn. Oh, Horimaru. So であったか。人間至上主義だったのは七条の老子どもであったか。Oh, broke the whole plate. Oh, frick. Wow. So it's no longer an issue. Right. Yeah. 7 days have been eradicated along with racism. せいぜい楽しませてもらおうではないか。 Hey, do you like entertainment, Gazel? You're about to be entertained for days. Who's next? Nice. It's been a while, huh? It has. Oh yeah, and then, yep. His crew. メナスによって生まれ変わった国という意味を込めて、国名をファルメナスと改め、国王であるヨウムもヨウムファルメナスと名乗ることにしたようだ。ファルメナス王ヨウムの妻、ミューファルメナスです。今後ともよろしくお願いしますわ。ミューランは王妃として様になってるね。だろう？俺と違って教養があるからな。派閥争いを始めそうなバカどもに。Factional feuds、yep. それでお前は騎士団長になったんだって？俺は断ったんだけどさ、こいつが言い出したら聞かなくて。まあ当分の間はこのバカの面倒を見るつもりですよ。うるせえ、バカはお前だ。なんだとこのバカ嫁。お前の方がバカ野郎だろ。ジェシス。ヨウム陛下もグルーシス団長も魔王リムル様に失礼ですよ。エドガー、お前は本当に真面目だよな。 いいじゃないか。次期国王候補として申し分ないだろう。古代子団長。あの江戸マリス王の息子なんだって。元王ですけど。さて、約束を守ってくれたヨウム君に俺からプレゼントだ。ディアブロ。はい、リムル様。賠償金の残りを帳消しにするですって。ああ、なんだヨウムズキング。Yes. That's huge. 実際、政権下1500枚は受け取っているしね。待ってください。それはつまりヨウム陛下が魔王から賠償金を。ああ、yeah。Hero King. They weren't in cahoots from the beginning, you know. Yeah, be transparent with it now. Boost his esteem even higher. Yeah. Might as well. But yeah, that's the truth of it. I mean, they were buddies since the beginning. Yeah. But to the people, it's all manufactured. I know!
big pharma, big companies, big kingdoms, big lobby. Yep. Make me king. ヒナタに襲われるわ、oh. ファルムスの軍勢が攻めてくるわ、果ては魔王たちから呼び出されるわ。これでもかってくらいにいろいろあったんだよ。Yeah, this is your enemy right here. それを大変の一言で片付けられてもね。Hey. ま、ヒナタとも和解できたし、結果オーライだな。Yeah, right here. よかったです。自分の目と耳で確かめたことしか信じないタイプ。今までもそれでどれだけ僕が苦労したことか。それでどうする？忙しいようなら無理しなくてもいいけど、二三日だけでも祭りに参加してみない？行くに決まってますよ。そのために必死こいて仕事を片付けたんでね。紹介しますよ。自由組合のサブマスターをカガレム。カガリです。The Demon Lord. 魔王リムル様。お会いできて光栄。Right under his nose. Yeah, yeah. はじめまして。前はお見かけしませんでしたよね。I've seen you before. つい先日。西方にある世界最大級の古代遺跡ソーマを踏破したところでして遺跡から発掘された品々の売り上げから一部がカガリに支払われるんですよ。西側諸国が属する地域のさらに西、不毛の大地と呼ばれる砂漠地帯で発見されたんです。不毛の大地は魔王ダグリュールの支配領域に面しているのです。なので誰もが恐れてこの地方を支配している者がいないのです。実はさ、クレイマンの本拠地。Don't tell him this stuff. Unless he knows. 本当ですか？クレイマンはその遺跡からの発掘品を利用していたんじゃないかって思ってる。Rimuru doesn't know yet, right? They haven't figured it out. Yeah. 遺跡探索を生きがいにしてる人にこういうことを言うのは失礼かもしれないけど、宝物を目当てに遺跡を踏み荒らすのは俺の趣味じゃないんだよ。古代の人々に敬意を払うべきだと思うんだよね。へえ、意外とロマンチストなんですね。意外とロマンチスト、he said, not ambitious. 俺はかなりロマンを愛する男なんだぞ。なるほど。It's more like he's idealistic. 確かに私にはない考え方ですわ。どうせ調査はしようと思ってたし、カガリさんのようなプロに相談しようと思ってたんだよね。こちらからもお願いするよ。ぜひとも引き受けたいと思いますわ。ぜひ。それで、あの子たちも祭りに連れて行くんですね。おかえりなさい、先生。クロエ。シズ。ユキオ兄ちゃんもいる。ユキ兄ちゃん、今日こそ勝負してくれるんだろ。僕だって。勝負。そうですね。僕に勝とうなんて100年早いぜ。勝負してやってもいいんだけど、今日は無理だね。なんでだよ。残念だけど、今日は時間がないからな。どういうこと？君たち5人を Yay! Festival time! 別に行きたくないって言うなら急げ、すぐに準備するぞ。 Get your stuff packed! そういう大事なことはもっと早く言ってよ。そうですよ、リムル先生。突然来てそんなことを言い出すなんて。お待たせしました。あれ、ティス先生、荷物は？え、ティス先生も一緒に行こう。 Oh, they love you too. Not invited. いいよな、リムル先生。She's invited. Nice. Oh, she's gonna cry. Oh! 荷物取ってきますね。 Yup. Oh, man. That's it. PP. Hey. ゲームをしようと思うんだが、これはね、明日からのお祭りで出される露店のフリーパスチケットになっている。これを持っているだけで、どの店でも自由に乗り込めるし、What's his favorite cuisine? Yeah, I know the value. 自由に出入りできる。これを使い切ってしまったらゲームだ。 Yeah, watch your spending. その時点で部屋に戻り、罰としての宿題が待っている。どうだ？やるか？やるわ！珍しいものがたくさんありそうだし、楽しみだね、ケンちゃん。ああ、楽しみだぜ。来たか。勇者、さてさて、どんな野郎なのやら。 Okay. The elven slaves, the entourage. 貴様が魔王リムルか。正幸様は偉大なる勇者。
Wow. Lightspeed Masayuki and them are meeting now. Uh-huh. This is going to be interesting. That's right. That's what the last episode was building up to this. なんなら屋敷も用意するから好きなだけいてくれて構わない。やはり魔王様はマサユキさんを恐れているんだぜ。我々人類との友好を望むとのことですが、どこまで interpreting that rumor? I know that's crazy. You'd get ready to pay the consequences, bro. Like say that to my face again, bro. I know, right? Like don't get amogged by this chump. And he can't even get a word in.マサユキ様、さっさとあの魔王を倒して、この地に平和を。何をやっているんだい。I'm gonna start a fight. Oh. ユウキさん。ユキ is an interesting influence here. これはユウキさん。どういう意味ですか。It kill you in an instant, bro. マサユキ君が聖人ヒナタよりも弱いと聞こえますけど。マサユキ様の敵ではない。Right. Oh, right. You guys are gonna get embarrassed. And Masayuki has to do this because you guys forced him. I know. All this talk, all this yapping. 何度も言うけど、リムルさんは僕たちと敵対していない。戦う意味がないんだ。しかしよ、そいつは魔王なんだぜ。いつ悪事を働くか分かったもんじゃねえ。Expression changed when she said demon lord. He's like, oh! マサユキさんが勇者の力を示しておくのが大事なんじゃねえのかい。それじゃあ提案がある。Duel. Uh-huh. 明日からのお祭りで舞踏大会を開催する予定なんだ。それに出場して見事優勝できたなら、君たちからの挑戦を受けようじゃないか。こうしたら、恥をかきたいってか。Oh, this is gonna be juicy. I know. Masayuki has not been able to say a single word because you guys have all been yapping. He speaks as one with no authority whatsoever. Oh, yeah, sure, I'll do it, I guess, because you guys told me so. Right, that is true. We're already throwing out cheating accusations. It's gonna be harmless. Right. 逆にさ、我が国の武道大会に勇者が参加してくれて、箔がついたと前向きに考えるとするよ。 Yeah, it's good branding. You need some hype fights. そんな理由で、勇者の飛び入り参加が決まったのだった。Nice. Well, setting up for a pretty hype episode next week. The festival is gonna be so much fun. The martial arts tournament where we can embarrass the Lightspeed hero Masayuki. Yeah, and chump. While the kids watch. Yeah, they're gonna be like, the amount of Hidoi expressions is gonna be so juicy. All right, guys, if you enjoyed the video, make sure to hit the like button and subscribe and check out this video right here.